はいどうも、今回は紅の花竜の地獄級に挑戦しようと思います。ではいきます。よし、オッケー。絶対倒せるでしょ。どうしよう。13どうか。いやーちょっと待てよ。これだけでいって4色、4色。いやスキルためする余裕がねえな。スキルためする余裕がない。よし、オッケー。緑が多いな。黄色っぽく。11。さあ、こっち、どっちか片方は倒しときたい。倒せるのか微妙。うわあ、ちょっと待って、水か。どうやればいいんだろう。ちょっと よし。うわーマジか。止まってるやん片方。よし、オッケー。危なかったね。片方は倒したかなあかんかった。いやーちょっとどうしよう。こうか。よし、あと4色決めた。大丈夫よね。よし、 OK。大丈夫。普段やっぱフォルスあんまり使ってねえか。怖い。
回復ドロップ部分がだいぶ結構決めやすい。四属性がこれ回復ね。どう倒すべきか。2、3、4、5。いけ、やっと半分か。回復ドロップ、回復を消しながらできたいけど、まあ無理やな、そんな余裕がね。よし、オッケー、完璧や。よし、来たボス、来たで。さあここでどう倒すか。回復ドロップはいらんかな。秘密にドロップ無理やかな。光か闇や。闇を作っとけ。どうしよう、これか、この水で。どうしよう、ドロップ強化使っとくか。2つ組み込みたいな。でも無理か、無理やな。いけた、オッケー、つながる、いいんじゃね。8コンボ9コンボ。バインド、これ大丈夫ってか、全然気にしなかったけど、大丈夫か全く分からんけど。何もすることはない。今の間に成長してくれよ。てか死ぬんじゃねえかよ、これ。削りすぎた俺、絶対倒せんじゃん。もう無理や。あってなりますよね。はい、では今回は負けてしまいました。以上ですね。ご視聴ありがとうございました。